マッキントッシュ互換機は、Apple の MacOS を搭載し、m a c ン i n t o s h と互換性を有する、パーソナルコンピュータ、MacOS 互換機、MacClone ククとも呼ばれる。講義では、Apple のライセンスを受けているか否かに関わらず、m a c ン i n t o s h の互換機全般を指し、競技では1995年から1998年頃に、かけて Apple のライセンスを受けて発売された m a c ン i n t o s h の互換機を指す。 本校では後者について説明する。モトローラのマッキントッシュ互換機、ストマックス3千百六 160MT1994 年9月、アップルは低下し続けるシェアを脱回するために、他社にオペレーティングシステムのライセンス供給を行って、互換機の製造を認め、多様な製品を提供することによって、マッキントッシュの市場拡大を図る戦略を打ち出した。これを受けて、アップルが採用していた。 パワー PC を共同開発したモトローラと IBM をはじめ、パイオニア等がアップルとライセンス契約を結んだ。IBM は自社でマッキントッシュ互換機を発売するのではなく、他社にサブライセンスを行う道を選んだ。1995年には、マッキントッシュのオペレーティングシステムも稼働できるハードウェア仕様である CHRP が発表された。 1995年1月には米国でパワーコンピューティングとラディウスがマッキントッシュ五感を発売。その後、米国ではモトローラ、デイスターデジタル、台湾のユマックスからもマッキントッシュ五感が発売された。日本においては1995年5月にパイオニアが初の互換機を発売。IBM からサブライセンスを受け、ユマックスから ロジックボードの提供を受けたアキアからも互換機が発売されたほか、モトローラ、ラディウス、デースターデジタル、UMAX も日本市場へ参入した。各社から発売された製品は、マルチプロセッサーモデル、音質に力を入れたモデルなどの多彩なものであった。しかしながら、この頃にはマッキントッシュも十分に安価になっており、互換機の価格面でのアドバンテージはさほど大きなものではなかった。 1997年1月にリリースされた MacOS 7.6は初めて正式に MacOS という名を名乗った。これは m a c ン i n t o s h 互換機の発売により Apple が発売する m a c ン i n t o s h のハードウェアと Apple のみならず互換機メーカーも搭載する OS とを明確に区別する必要が生じたためであった。1997年にスティーブ・ジョブズが アップルに復帰すると互換機は市場の成長に寄与しないばかりか。これにより互換機メーカーはパーソナルコンピュータ市場からの撤退や PCAT 互換機への方向転換を余儀なくされた。互換機作用手のパワーコンピューティングは同年9月にアップルに買収された。マッキントッシュ五機の製造は1998年12月末までにべて打ち切られ、 Mac OS を搭載するパーソナルコンピュータは再び Apple のみから発売されることになった。2008年4月、米国サイスターより EFIV8 のエミュレーターを搭載し、Mac OS 10が動作する互換機が発表されるが、Apple のライセンスを受けていない不正な互換機であり、動作にはいくつかの不具合が報告されている。2009年12月には、 アップルとの和解を受けて販売が中止された。米モトローラ、マッキントッシュ互換機を発表空き家が、Mac 互換機市場へ参入、11月にもデスクトップ機を発売アップル、1億ドルで、 パワーコンピューティング社を買収 http <ead. S 1> コロンスラッシュスラッシュ www.technobahn.com スラッシュ cgei-bin スラッシュ news スラッシュ r e t に f イコール2008億501万1338ありがとうございます